マドレイン・ M ・レーニンガーは、アメリカの看護学者。レーニンガー・ネブラスカ州サタンの生まれ、デンバーのセント・アントニー看護学校卒業。1950年、ベネディクト大学で、生物学で学士。1954年、アメリカカトリック大学で、精神看護学で修士号を取得。その後もワシントン大学大学院で、文化人類学などを学ぶ。看護教育の分野では、 クレートン大学で看護学の様々な分野で教鞭を取りながら、シンシナティ大学で小児科精神看護のクリニカルスペシャリストの養成にも関与する。代表的な著作は、レーニンガー看護論文化ケアの多様性と普遍性で、その提唱する看護における文化的な際、つまり文化、習俗、宗教などの違いにおける健康、周知、 死生患などの相違を看護ケアの中で考慮しつつ、看護計画や健康教育を考えていくという視点は民族看護学とか S の中心的看護という風うに呼ばれる。彼女は文化人類学者とニューギニアの東高地に住むガドサップ族のフィールドワークなども手がけている。日本でも外国人労働者の増加で幼稚園から教育、医療、福祉の面で 文化による健康に対する捉え方、認識の違いを考慮しなくてはならない時期に差し掛かって、注目される看護学者の一人になってきた。他に、編著で、看護における質的研究もある。2012年8月10日、ネブラスカ州オマハの自宅で死去。87歳坊つ。文化的ケア理論は、個人、グループ、または、集団の文化的価値観、信念、 および生活スタイルに合うように調整された認知に基づく支援的、支援的、促進的、または可能にする行為、または決定を通じて文化的に合致した看護ケアを提供することを目的としている。このケアは様々な人々、もしくは同様な文化的背景を持った人々に、とっての有益な意味と健康上の成果をもたらすことを目的としている。 例人側は適切で有益で意味のあるケアを提供するために看護ケアの判断、決定、または行動を導くための3つのモードがあることを提案している保存及び、または維持調節及び、または交渉再パターン化及び、または再構築これらの要素は文化的に調和した看護ケアを提供する看護師の能力に実質的に影響を及ぼし、 文化的に有能な看護師の育成を促進してきた。1、ケアは看護の本質であり、明確に主要でそこにすべてが集約された焦点である。二ケアは幸福、健康、治癒、成長の生存、そしてハンディキャップや死に直面するために不可欠のものである。3、文化ケア、カルチャーケアは、看護実践を導くために、看護現象を知り、説明し、解釈し、 予測するための最も広い全体的な手段となる。4. 看護は、世界中の人間に奉仕することを主たる目的とする、異文化間人道的、科学的なケアの分野及び職業である。5. ケアは治癒と癒しに不可欠である。ケアなしでは治癒はありえないから。6. 文化ケアの概念、意味、表現、パターン、プロセス、及びケアの構造的形態は、 世界のすべての文化の間で異なり、共通性、または普遍性に向かい合えば類似している。7. すべての人間の文化には、一般的なケアの知識と実践があり、通常、異文化間で異なる、専門的なケアの知識と実践がある。八、文化的ケアの価値観、信念、実践は、世界観、言語、宗教的、親族、政治的、教育的、経済的、 技術的、民族史的、及び環境に影響され、埋め込まれている。旧有益で、健康的で、満足のいく文化に基づいた看護ケアは、環境の文脈の中で、個人、家族、グループ、及びコミュニティの幸福に貢献している。0. 文化的に一、または、有益な看護ケアは、個人、グループ、コミュニティ、または、文化ケアの価値観、表現。 またはパターンが看護師によって人々と共に適切かつ有意義な方法で知られ使用されている場合にのみ生まれてくる。11. 専門の介護者とクライアントの非介護者の間の文化ケアの違い取る維持点は世界中のあらゆる人間の文化に存在する。12. 自分の信念、価値観、思いやりのある生活様式に合理的に一致しない介護を経験するクライアントは 文化的対立、不順守、ストレス、倫理的、または道徳的懸念の兆候を示してくる。13. 定性的パラダイムは、異文化間で人間のケアの認識論的及び、存在論的側面を発見するための新しい知識の方法と様々な方法を提供する。レーニン側は、あらゆる文化に存在する2種類の知識に焦点を合わせました。エミックナレッジは、 文化に存在する民族、一般、または一般的な知識である。エティックナレッジは、文化の中に存在し、部外者の視点から見た専門的、または医学的知識である。これらの2種類の知識は、先住民社会内で文化がどのように見られ、外部のプロバイダーがそれに、どのように反応するかを決定するために絡み合っている。看護師がエミックの知識を具体的に理解し、 より文化的に適切な看護ケアを調整するために何ができるかをよりよく理解することがレーニン側にとって不可欠であった。レーニン側は看護を個人またはグループが文化的に意味のある有益な方法で健康または幸福を維持または回復するのを支援、支援、促進または可能にするためにあるいは個人がハンディキャップや死に直面するのを助けるために 人間のケア現象及びケア活動に焦点を当てて、先進的で科学的及び人道的な職業及び、レーニンガーはサンライズモデルで彼女の看護理論に視覚的な手助けを提供した。レーニンガーは当初文化的ケア理論の創造から始めて、後にその理論を異文化間看護と呼ばれる看護専門分野に仕上げていった。レーニンガー自身の言葉では、 異文化間看護は次のようになる。文化的ケアの価値観、類似、または異なる文化の個人、またはグループの信念と実践に焦点を当てた研究と実践の実質的な領域。異文化間看護の目標は、健康と福祉のための文化固有の普遍的な看護ケア実践を提供し、病気や死といった不幸な状況に直面している人々を文化的に、 意味のある方法で助けることである。レニンガーは、看護経験と受けた人類学の博士号を組み合わせて、患者自身の文化からの先住民の視点と外の世界が患者をどのように認識するかを活用して、看護に患者を文化的な視点で見ることを望んだ。ありがとうございます。